みなさんこんにちは、いもこです。今日もスーパーマリオメーカー2やっていきます。はい、今日はこのコースありがとうルイージ、サンキュールイージ、やっていきたいと思います。私知らなかったんですけど、今日9月9日はルイージの日だそうですね。なんか公式設定じゃないそうなんですけど、私ルイージ大好きなのにちょっと知らなくて申し訳ない。ルイージごめんね。遊ぶ。ちょっと今日出されたわけじゃないですけど、このありがとうルイージっていうのがすごい今日にぴったりなので、今日はしかもルイージでプレイしていきます。噛んじゃった。あ、これルイージじゃない。ルイージがルイージをめっちゃコインくれるじゃん。あ、しかも USA になる。わー、あ、ルイージの USA でプレイするの初めてかも。あ、足バタバタさせないのか、さすがに。あ、そっか、個性は一緒だもんね、これだと。わー残念。足バタバタさせるの結構好きなんだよね。ちょっと分かってくれる方共感してください。あ、ん、何、あ、ここであれなのか。あ、ルイージが光線吐いてくれるってことね。あ、でウェンディをやっつけてくれると。ほう、もう一回もう一回。あ、ちょうどダメだった。ちょうど砲台にやられてるぞ。頑張ってルイージ、イエイ。あれ、ええ違くない、これやられる。ちょっと待って、これやり直しじゃない。あれ、それともこうやるとか違うよね。これ叩いて変わるってわけじゃないよね。わー、ちょっとやり直します。はいはい、ただいま、えい。今度こそやったね。一回でいけたし、なぜか。今度はなんでさっきダメだったん。いやー、でもこの姿のルイージ見れると楽しいな。ありがとうルイージ。あ、今度はモートンだ。また、おう。またさっきと同じミスを犯しちゃいかんから。こうやって、今度はどうやって倒すの？あのボムに当てるの？ちょい。よし！これでいいんじゃない？ダメ？あー！せっかくの USA だったのにボムミスした。いや、でもこの姿のルイージも好きよ。どの姿のルイージでも好き。あー！空気を読んだぞ、空気を読んだ。レミ？あ、あの音符をやるのね、今度は。あ、こういうやつだったらすぐできる。よかったー。レミありがとう。ルイージありがとう。いや、面白いな、これ。7人全部やるのかな？あ、違う、今度コクッパになった。コクッパじゃない、間違えた。メカクッパ。おいで。おいで、あう。おいで、おいで。おいで、おいで、おいで。よし。で？あー、ごめんねー。ありがとう。あ、ルイージが噛んでくれたのか。ありがとう。イェイ、中間。ふぅ、ルイージが守ってくれてる。ちゃっちゃちゃちゃ。懐かしいな、いいね。ちょっと、無意味にジャンプしちゃった。ちょっと懐かしさのあまり。よいしょ。これは、ああ、まあいいんだよね。持ってけないよね、そうだよね。ん？これ、あ、じゃあここを壊してもらうのか。お願い。えい、え、あれ、あ、そっか、爆破すんのか。ぶつかって爆破するわけじゃないのか。もう一回もう一回お願い。で、じゃあどうしたらいい。この辺で、で、こっち。下手くそ。この辺で頑張れ。この辺だよ。そうそうそう、その辺で頑張って。よーし、それならね、縮んでいける。こんなに頑張ったのに2マスしか開けられないってどういうこと。まあいいや。イエイ。これはひたすらやっつけていけって感じかな。あ、違うよ。いや、合ってるんだけど、ルイージがこれハンマーで叩いてるんだ。すごい、ありがとう。懐かしいね、このハンマーっていう感じが。まあハンマーといったらマリオの感じはあるけど。ルイージありがとう。ボス誰かな。クッパ死人衆全員かと思ったらそんなことなかったね。よし、行くぞ。それでもまさか全員来る。あ、ルイージがデッキを。えい、これはつ、あー、ごめん、失敗した。イギーだ。ボスは君か。やっとできた。やっとできた、やっとできた、やっとできた。はい。あ、よかった、また USA にしてくれた。私の下手さ加減をすごい空気読んでる。イエーイ、50コイン。ルイージありがとう。君が身を挺してくれたおかげでできたよ。
イエイ。あそこの洞窟入れる、もしかして。あ、入れる入れる。お口の中。50コイン、イエイ。これはなんだ、入っちゃいけないよってこと。持てる、あ、持てる。なんか、ああごめん何がごめんなんだろう。まあ50コインが取れたよ。ルイジありがとう、君への感謝は忘れないよ。上手だねこれ、ルイージ作るの。じゃあ最後にゴール。ふう、いやー楽しかった。みんな頭が柔らかいな。コースクリアー。うん、楽しかったです。ありがとうルイージ。いいね。はい、続いてはこちらルイージマンションやっていきたいと思います。遊ぼう。タグがみんなでバトルと音楽だけど、どっちだろう。ちょっと音楽と信じて今やろうと思ってるんだけど。わー、3の頃のルイージ感激。え、あー、大丈夫、おう、ちょっと待ってできるこれ。走ってればいいんだよね、多分。遅かったのか。あ、すごい、あ、すごい、ルイージ頑張ってる。ふぅ、音楽っていうか、オートマリオか、半自動マリオ。すごい神回避だ。テレサ好きなんだけど、おー、テレサ好きなんだけどちょっと怖かったね。ふう、よかった。コースクリアー。あー怖かった。いいね。はい、続いてはこちらミニゲーム大博覧会やっていきたいと思います。遊ぼう。ミニゲーム集です。だってあんまりこういうミニゲーム系やったことない。あー、ワールドのルイージかわいい。なんかでも昔のさ、本当のマリオワールドの時のルイージとは違うからさ、ちょっと多分やってた人にとってはあれってなるよね。私でもこの座ってるじゃない、しゃがんでるさ、ルイージとマリオ好きなんだよね。可愛くない？すごい可愛い。でもね、どのキャラも好きなんですよ。おー、みんなこんにちは。みんないるね。あれ、もちゅうかん、え、なに、どうしたらいいのこれ。え、あ、ん、え、なんで鍵取れたか分かんなかったんだけど、とりあえず入っていくよ。え、ちょっと今お行、はい、ああ、あ、分かった分かった、あれになってる時側にいろってことか。はい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 、なるほど。今度は右、次は左、次も左、次も右、次もう和だよ。あー、よかったー、できたよー。ルイージかわいいな。このさ、ルイージとマリオのしゃがんでる姿、ワールドのしゃがんでる姿好きなんだよね。すごいかわいい。いてててて、痛いよ。なんだ？ん？え、あそこにうまく乗せろってこと？多分そんなうまく私はできないよ。ここで、はい、あ、一回で言う今自分でうまくいくと思わなくて、すごい変な声出ちゃった、恥ずかしい。今一回でできると思わなかったよね、皆さん。あ、また同じか。はい。え？はいじゃないな、多分。何かが違ったんだと思う、今。ん、違う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 。もう一回やり直し。これで？今度は どうしたらいいんだ？これで点火したやつを、この辺で、あ、違うわじゃない。合ってるんだけど、あれだわ。じゃあ3個ぐらい。4つ行こう。4つ行って、で、この辺で爆破させると、お、おー、なるほど。面白ーい。やっぱ、あれだな、トロール以外も面白いな。うん、かわいい。こういうミニゲームあんまりやってこなかった。あれ？ちっちゃくなるの？あー、せっかくファイヤーになったのにもったいない。あー、よいしょ。ふう、何今度は、左、右、すごい、どういう仕組み、なんであんな綺麗になるの。これはまた次への伏線っていうかヒントみたいな感じですかね。ん、ん、ん、え、こうやるとまたの、のぼ、あ、登れて向こうに行けるよと。ほう。あ、で、ニョキコが取れると。
ほう。あれ？ファイヤーは取れないよ。あ、また向こう行くと変わるの？なんか出る？出ない。あ、そっかそっか、違うよ違うよ。これで、あれだわ。こうだ。ほう、勢いよく出てきたね。やったー。で、またこうやって戻るのか。よく考えられてる。これ下、下ってどういう仕組みなんだ？頭が硬いからわかんない。えい！イェイ！失礼しまーす。面白いな。トロール以外もやっていくと楽しいね、やっぱ。コントロール？え、うまく当てろってこと？できないよ。さっきでも意外と一発でできたんだよね。感動だった、私的には。ん？何？ここに当てると？あっちに行って、あ、で、また今度はもうこっちにしとくんだ、しとくんだ。早く！間に合う？あ、あ、あー、よいしょ。また今度はこっちにするんだ。早く早く。よし！できたー！楽しい。この、適度な難易度でいいね。ラスト！すっごい難しいとさ、あれじゃん。イライラしちゃうじゃん。いてててててて。いててててて。よーし。ヨッシーが炎を吐くと、ボムちゃんが爆発します。知ってるよ。これもすげーのヒント。うん、何？よし、乗せて。あ、うまくあそこに当てるの。へい、これで、あれ当てんない。へい、下手くそ。これで、あー、どっかに連れてかれる。へい、意外と当たんないな。へい、あれ、どうしよう。へい、当たった。よし、頼もしいね、ヨッシー。赤ヨッシーがでも炎だけ吐くっていうのもさ、なんかちょっと、へい！できたよ。昔、いろいろできたじゃん。できたじゃんっていうか、もう知ってる程度できたんですよ。青ヨッシーとか黄色ヨッシーとかも可愛かったよね。黄色ヨッシーのさ、口に含んだ時とかのあの、踏ん張る顔が可愛かった。顔はみんな一緒なんだけどさ。懐かしいな。あー、今度は、あー、難しいな。動体視力が。動体視力が。はい！あ、ダメだ。はい！よっしゃ！へい！できたよ。今度は何ぞ？あ、難しいな。これも。はい！よし！やったね。楽しいな。えい！ヨッシーと一緒にゴールできる？くれ？クリアだな、多分。クリアー！イェーイ！エンド、うー、楽しかった。さあ、よし、一緒に行くよ。せーの、ゴール。楽しかった。じゃんじゃんじゃん、ブイ。こういうミニゲーム集も楽しいね。今まで全然やってこなかったけど、5分結構かかってるな。いいね。楽しかったです。はい、続いてはこちら、ルイージ 3D マンション、遊ぶ。なんか、ルイージのコースもっと皆さんたくさん出してくれないかな。あー、やっぱこの Wii の頃のルイージもいいよね。お花が大きいところが好き。全部かわいい。テレサ！テレサも可愛いよね。もうテレサの可愛さだけでしばらく語られる。可愛いな。もう。あ、上は行けなかった。失礼します。ルイージマンションを模してるってことかな。おう！あ、こういう部屋、あ、すごい！こういう 3D みたいな部屋になってるんだ。あ、多分じゃあ最終的にここの部屋に行くんだね。ちょっとじゃあとりあえず左から行こうかな、なんとなく。どうしよう、これどこ行ったかわかんなくなりそう。あ、上に地図があるのか。五右衛門、五右衛門って言ってわかるのかな？五右衛門のあの迷路みたいな感じがする。ちょっと誰か五右衛門知ってる人いるかな？階段を登っていくのかな、これは。違うかな。あ、やっぱり上に来た。上に行って。すごいな、面白い。で、あ、じゃあちょっととりあえずここのドアに入ろう。ん？え、何もできないよ。あ、どっかでファイヤーがあったのかな。それともここにある？ないな。よし、入る。
ちょ、右行ってみる？うわ、これどこに何があったか覚えとかないとな。ネッチー！かわいいな。あれ、大きくないと取れない。ネッチーをさ、なんか、モチテレサって呼んでる人がいてさ、あ、モチテレサって呼び方いいなと思って、ぜひ真似したい。でもついネッチーって言っちゃう。これ、どこまで戻ればキノコが手に入るんだ？右に行った方が良かったのかな、最初。ここそれとも上だった？ここ行ってないよね。あー、いけないね。パウが必要。じゃあここ右に行ってみます。うわ、これどこに何があったかよく覚えとかないとな。あ、ここじゃないや、これが最初か。で、ここを右に行くんだ。で、うーん、右に行こうかな。じゃあおりょ。あ、またパウで。あ、じゃあファイヤーになってないといけないよ。あ、テレサかわいいな。いつ見てもかわいいな。いやー、テレサかわいい。でも最初の頃のテレサめちゃくちゃ怖かったよね。スピードも速かったし、今みたいにこんな遅くなかった。階段を降りた。あれ、今ここから来たよね。分かんなくなっちゃうな。どう、あれ、どうだと上行っちゃう。こっちでいいのかな。あ、あー、やっと必要なものが出てきた。カロン。あっちになんかある。よいしょ。こっちには何もなさげ。あ、ブブーっていう。ブブーブブー。よし、じゃあ大きくなったから行くぞ。カロンも可愛い。もうさ、最近どのキャラも可愛いんだよね。このシリーズには出てこないけどね、ヘイホーも可愛い、ゲッソンも可愛い。あ、ここをヒップドロップで壊せと。よいしょ。で、やっとコインが取れると。ほうほうほう。やばいな。パウがどこのエリアにあったかちょっともう忘れちゃったかも。こっちがあれだったっけ。このそうだよね、パウだよね。そうだよね。よかったよかった。違う、今言っとけばよかった。本当にこれは覚えてたの。確認しに行っただけなの。じゃあちょっとファイヤー取りに行ってきます。はい、ただいま。そうだよね、ここでいいんだよね。で、ここでえいや。で、ファイヤーを取る。かわいいな。おー、危なかったよ。あー、危なかった。ネッチー、持ちてるさ、持ちてるさ、かわいいな。はい、戻ります。で、この上にもあったよね。で、これで着火。よし、チュドーン。よし、かわいいな。このさ、昔のさ、最近 Wii でもそうだけど、あの、この10連テレサ、10連じゃないけど、この輪っかのテレサの顔が違うのも良かったよね。あれも可愛かった。時々ベロベロバーってするのちょっと怖かったけど。ちっちゃい頃、あのテレサのベロベロバーちょっと怖かったんだよね。ちょっと通じる人いるかな。若い人ばっかりだったら通じないかもしれない。あ、しまった。ここにもあった。あ、違うわ、これはパウが必要なんだっけ。そうだそうだ、パウが必要なんだ。で、こっちに行って、あ、間違えた間違えた間違えた。違う違う。で、ここで着火。あれ、着火。かわいいな。イエーイ。ちょっとどうしようかな。ちょっとこっちに来て、こっちの上の方。そう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 。はい、よしよし。で、持ってくと、ブブーブブーブブー。よし、で、またスサササササ。よし、じゃあねー。で、ん？こっちだっけ？やばい、わかんなくな。あ、違う違う違う、こっちはキノコだ。で、こっちか。
やばいな、分かんなくなっちゃうね、本当に。で、こっちだ。で、えいや、よーし。はい、よし、鍵手に入った。かわいいな、この舌を出してるところがまたいいよね。じゃねー。みんなやっぱ頭が柔らかいな。いや、なんか今回さ、ルイージの日だからさ、入ってく。あ、今中間か。結構長いコースだね。ルイージの日だから、なんかルイージにちなんだコースなるべくやりたいなって思って始めたけど、やっぱちょっと楽しいね、いろんなコースやるの。今更ながらマリオメーカー2の楽しさを知ってしまう。あー、よかった、ゴールだ。下のテレサに祝福されながらゴール、イエーイ。キュー、なんて言ってるんだろうね、ルイージは。ずいぶん前から持ってるんだけど。コースクリア、イエーイ、楽しかったです。いいね。はい、では最後にこのコースバージョン3進むためにはセレクトアンアイテムやっていきたいと思います。サムネがルイージだから勝手にルイージ推しかなと思ってやってみるけど、どうでしょう。遊ぶ。赤い枠で囲まれた次の地形を見て適切なアイテムを選びましょう。はーい、うまく選べるかな。帽子脱いでるところもまたいいね。かわいいな、ルイージ。ルック、ルック、これはキラーですね、多分。キラー、ボケずに。おお、緑になる。あ、緑なんだ。へえ、イエーイ。かわいいな。あんまり、今までも、これはクリボーですね。今までも結構ルイージ使おうか迷ってたんだけどね。これはでも、そうだよね。クリボーはやっぱりこの、これミンバトだと見分けあんまつかないだろうね。ミンバトあんまりやんないんだけどさ、最近。ちょっとでもさ、クリボーになるとよちよち歩きたくなるよね。これかわいい。よち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 。はい、行ってきます。ミンバトだと見分けつかなくて大変だろうな。チューターン、これはパウですね。いくよ、へい。あ、周りがこういう風に緑で縁取られるんだ。へえ。下は何、ほう。あ、下はあれか、間違えた時に下行けるようになってんのか。なるほどね。えい。あんまり他のキャラをな、使ってこなかったから。これは砲台でいいのかな。うん、せっかくだから攻撃しとこう。なんとなく砲台は緑、やっぱ緑か。いくよ、へい、イエイイエイ。なんかこのルイージキャラとして使おうかね、結構いつも悩むんだけどね。なんかこう欲張るとどのキャラも使いたくなっちゃうからさ、ちょっと一回マリオで統一しようかなって思ってたんだけど、これからどうしよう。これはプロペラで行けばいいのかな。プロペラで鍵を取ってこいと。緑、鮮やかだね。行ってきまーす。いてー。ちょっと待って、下手くそすぎない、大丈夫。はい、ただいまです。いや、ちょっとさっきのは下手くそすぎて恥ずかしかったですね。いや、なんであんなに勇んじゃったのか自分でもよくわかんないんですよ、ほんと。いやー、恥ずかしい。カットしようかな。でも一回できちゃってるから多分うまくカットできないんだよな。もうダメだよね、自分のありのままの姿を見せてこそのゲーム実況だからね。おう、これはブーメランだね。ブーメラン、おう、ブーメランのルイージもあんまり見なかったな。かわいいな、どの姿でもかわいい。このさ、しゃがんでプルプル震えるのかわいいよね。コロンコロン、かわいいな。いくよ、へい。ブーメランもやっぱ緑なんだね。いやー、かわいいな。違うんだよ、こんなにかわいいかわいい言ってるけどマリオンのことも好きなんですよ。バージョン、あー、壊しちゃった。そんなつもりはなかったんだけど、バージョン3多分あのアップデートされた直後に出したんだろうね。上は何、あ、全部になれるよってことか。んー、じゃあどうしよっかな、せっかくだから
あ、砲台、うん、やっぱプロペラかな。プロペラ可愛いよね。でもどれも好きなんだよね。キラーも好き。なんかこれもあんまり見たことなくていいよね。イエーイ、ふぅー、ヒャッホー、かわいいな。コースクリアー楽しかったです。いいね。なんか今日はちょっとルイージ好きすぎる、あとテレサかわいすぎるってことばっか言ってたんで若干鬱陶しかったかもしれませんどうしよう、次どのキャラでやろうか迷っちゃう。でもキノピオも可愛いし、キノピコも可愛いし、もちろんマリオも可愛いんだよね。みんな可愛くて困っちゃうはい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ルイージの日なのでちょっと個人的ルイージ特集でしたでは、この動画少しでも楽しんでいただけたら高評価と、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではバイバイ、またねー。